レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、一般戦 B 第2レーススタートしました。10メートル線インコースから伊藤博之好スタート、ほぼ幕内発進か。伊藤博之、伊藤幸人、林、新井の順の10メーターラインです。おっと、4番の林が流れました。5番の新井博之が救って4番手に上がっています。先頭宍戸、2番手には伊藤博之、その後ろに伊藤幸人。伊藤幸人が後ろの選手にとっては大きな壁になりそうであります。こうなると前の2人は絶好の展開だ。先頭は宍戸茂、2番手に伊藤博之がつけています。先頭2番手の間隔はちょうど2写真ぐらい。3番手伊藤幸人、ここをアウトコースから5番の新井が攻めに行きます。6番の亀井が中段5番手、4番林を攻めに行くのは伊藤昌司であります。1対1からインコースをめがける伊藤博之、この1コーナーで1番の宍戸を攻略。伊藤博之は先頭に上がっています。3番手には3番の伊藤幸人、相当から6番の亀井の動きが目立っています。伊藤幸人、相当からかましされました6番の亀井、さらには1番の宍戸茂にも襲いかかる勢いがあります。先頭は伊藤博之、2番手は6番の亀井に変わった。ここで勢いよく2番手に上がった。まだまだ余力は十分という感じであります。先行する伊藤博之をここで亀井が差し切りまして、あっという間に先頭まで駆け上がっていきました。2番手には2番の伊藤博之、さらには伊藤幸人、4番手に伊藤昌司が現れました。残りは2周回、2番手以降は伊藤つながりで現在は3人がひしめき合っています。6番の亀井が抜け出しました。リードは3写真です。2番手は伊藤博之、ここを攻めに行くのは伊藤幸人。さあどうか、まだ突っ込めないか。その後ろから伊藤昌司が接近であります。さあ伊藤による三つ重い戦になりました。わずかに伊藤博之がリード。伊藤幸人、伊藤昌司、伊藤昌司が内を攻める。伊藤幸人攻略、あーっと危ない危ない。伊藤3人が重なっている。1番の宍戸茂も来ている。先頭は6番の亀井、2番手伊藤昌司、3番手1番の宍戸茂、その後ろに伊藤博之の対戦になっています。際どいシーンがありました。先頭6番亀井正和トップでゴール。3番手は宍戸。台戻し金です。2連勝短式、6番1番4950円、20番人気。2連勝複式、1と6の組、4020円、14番人気。3連勝短式。